月刊ぷっくり大賞。パチ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 。いやいやね、今月もたくさんの投稿、皆さんどうもありがとうございました。今月は5月何やってたんだろうな。草薙安友のうさぎとカメラスタート、おー、そういう記念すべき月だったんですね。いや、ほんまありがとうな、本当にな。ちょっと遅れてますね。少し遅れてますか。そうですね。うん。でも皆さんの投稿でその時が思い出してくるっていうのは面白いですよね。そうですね。うん。だから夏前ってことだもんね。そうですね。うん。僕は今年はフィルムカメラ始めたんですけど、多分そのぐらいかもしれない。もしかしたらマキナ67っていう運命的なフィルムカメラに出会って。どこで出会ったんですか。中野大河君と絡まずに行って、大河君がフィルムカメラやってて、それがすごいかっこいいなと思って、日本に帰ってきていろいろ調べたら、そのマキナ67っていうカメラがすごい気になって、5月ぐらいで買ったんじゃないかな。さあ、行きますか。企画？あ、忘れてましたよ。グッドグッグッズ！ぷっくり大賞といえばこれですよね。毎度おなじみのグッドグーグッズコーナー。なんかまたよくわかんないですね。よくこういうの探してきますね。はい。これなんかボタンついてますよ。マッサージ器具じゃないんですか。歯ブラシだ。今日冴えてますね。冴えちゃってますね。つよちゃまじろうは。これ、電動歯ブラシでしょ。ここに入れて。もう、そのままできるみたいな。お、でもいいね。こういうことか。はい。お、振動で。あ、これいいかもしれないですね。うん。あ、いいかも。まあね、芸能人は歯が命なんていう言葉をなんかだいぶ前にあったような気がする。いいっすね、これね。うん、便利で。便利。まさしくグッドグッズですね。ありがとうございます、お褒めの言葉。うん、なんかね、すんなりと当てちゃって、はい、これはガチでやってるんで。あ、本当ですか。はい、じゃあ次回のもパッと当てていただいて。はい、できればそうしたいけど、気になる方はちょっとググって検索してみてください。5月、なんか慎吾ちゃんの多いよ、なんかこの慎吾ちゃんのやつ。あ、そうですね。あ、東京 SNH か。なるほど。そっか、そういう時だったんだ。その中で、この緑は気になりますね。木々に囲まれて、ゴールデンウィークだったんだね。ハンモックに寄られて、不思議な世界に舞い込みました。パノラマの写真。うわ、すごい綺麗。緑好きだから、俺。これなんでしょうかね。これは、あ、玉浦。1年前に我が家のインコちゃんが卵を産みました。すごいね、卵。小鳥が卵を産んだ。なんか鳥がいっぱいいる。小鳥さんを飼ってんですね、これ。鳥が勉強の邪魔。今日も勉強もぬぬぬ。あ、すいません、そこをどいてもらえませんか。なかなか皆さん今月もいい感じですね。これは何でしょう、ね、5月28日。これは動画ですかね。お、動画が撮れ、あ、これはゴロさんが、悪いか集まれで、あ、悪いか集まれで、悪いコーンドを踊ってる時に、このチビちゃんが真似をしてるという、なんとも微笑ましい。お、ゴロさんと一緒に振り向いた。まさしくぷっくりニュースですね。これは微笑ましいですね。ヤンチェで知り合う。
たくさんの思い出を作ってきたお友達が東京離れちゃうって、新たな出発に乾杯しました。さよならじゃないよと思いました。離れていても心は一つ。ヤンチェ温泉バールで知り合ったんですね。確かに離れていてもね、心は一つだ。そろそろ参りますかね。あ、もう決まりました。決まったね。今月のアップクリ大賞を発表したいと思います。今月のぷっくり大賞はデレ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 、28日ゴロッチャマと一緒に踊ってた彩香さんですかね。決定しました。ちょっとほのぼのしてて可愛かったんで、おめでとうございます。こちらの彩香さんかな、彩香さんにはどんないの後日ズイタを お送りしますので、楽しみにお待ちください。さあ、ということでね、5月のぷっくり大賞、私草薙寿司がお送りしました。では皆さん、風に気をつけて、はい、健康第一を、バイバーイ。